そこからワールド4に行けますです。お次のボスはパンダキングザ・カンフーマスター。子供の頃、お金持ちが正月に打ち上げる美しい花火に魅せられて、やつは花火職人を目指した。ところが最初のお披露目で大失敗、地元から追放されてしまったらしい。復讐に燃えた彼はその火薬を扱う技術を利用して怪しげな剣法を編み出し、その腕を買われてデアボリック5に加わった。今は中国西部の山奥にアジトを作り、剣法の道場を開き、そして火薬の技術もさらに磨いているらしい。花火があそこから発射されたってことは、パンダキングはあそこか。奴が他の村を攻撃する前にあそこまでたどり着かないと。
アンダーキングのアジトはもうすぐそこです。とりあえずあそこまで行くルートは見つけたですが、そのためにはそこにあるハッチを開けないといけないです。なーに、この辺の火薬で吹っ飛ばせるって。あといくつかの鍵があればなんとか。
助けてあげてくださいです。キャニオンキャノンに乗ったら左のアナログスティックで狙いをつけて四角ボタンで撃つです。了解。もう見てなって。突撃。Bingo! Bingo! これで半分だよ。新しく手に入れたインビジブルラクーンのテクニックを使ってみるです。丸ボタンを押して透明になっている間、なんと完全に無敵になれるです。レーザーもサーチライトも敵からも。ただ先に見つかっている時には敵にはなれないので気をつけてくださいです。
ロケット花火を使えば 99% の確率で花火が爆発する前にパンダキングのアジトにたどり着けるです。うん、あとの 1% は？その場合はですね、爆発に巻き込まれてバラバラの粉々です。ゲ大丈夫ですよ。まずはパンダキングの鍵を7つ集めるです。了解、行ってくるぜ。
マーレ、どうかしたのか？あのね、ドライブしてたら美味しそうなアイスクリームショップがあったから僕思ったの。そうだ、僕のお腹も満タンにって。そうしたらいきなり猿にゲッチュされちゃった。勝ったら鍵をくれるからってレースをすることになっちゃったんだよ。そいつはラッキー。勝てそうか？いいづらい、相手は猿だよ。大丈夫だって。オッケー、いいか、左のアナログスティックでコントロール、四角ボタンでブーストダッシュ。滑るから気をつけろ。わかったよ、スライ。でもね、猿だよ、猿。動くな、クーパー。君に会うたび、俺のハートはドキドキだぜ。うるさい、クーパー。こんなところで何をしているのか知らないけど、あなたのことだからきっと悪いことに違いないわ。なあ、今ここで一体何が起こってるのか知ってるのか？そんなこと言って私を騙そうったってそうはいかないわよ。俺は盗賊だが、パンダキングみたいな悪者からしか盗まないのがポリシーさ。なあ、知ってるかい、警部さん。あのお寺、実は違法な火薬工場なんだぜ。ごちゃごちゃ言わないで。悪い奴らなんてどうせ言い訳ばかり。おとなしく私の言う通りにしなさい。
クーパー、いつか必ずあなたを捕まえてやるわ。その杖は確か、お前クーパーの一族あるな。父親の仇を討ち、秘伝書を取り返すつもりあるか。そのつもりあるよ。だがその前に、あの危ねえ火薬工場をどうにかしねえとな。欲しいものを手に入れるために自分の持っている力を使う。お前だって同じやろ。一緒にするな。俺はスライ、怪盗クーパーの一族だ。だがてめえは単にあるある言ってるだけの火薬マニアじゃねえか。何を言うあるか。火薬をバカにすると許さないあるよ。なあ、お前の一族に敬意を表して、私自らの手でお前を先祖たちのもとに送ってやるある。ファイヤーカンフー。やっ、ファイヤーホイール、ファイヤーホイール、ファイヤーホイール。キングのやつが持っていた秘伝書のページは、俺のご先祖オットー・バン・クーパーの書いたものだった。彼はその手先の器用さで様々なメカを作り出していたらしい。いくつか良さそうなのがあったんで、マーレーに頼んで俺たちのバンにも取り付けてもらうことにした。またまた俺たちを捕まえ損なったカルマリータちゃんは、代わりにパンダキングを牢屋に放り込んだらしい。危険な火薬工場もなくなり、これでこの辺りもまた平和に戻るだろう。中国まで来たことだし、帰りに香港で買い物としゃれ込んで、あとはパリに戻って次の作戦を練るとしますか。